大変。香川県のゲーム規制条例をめぐって2つ目の裁判が提起された。1つ目の裁判では香川県が定めた子供がゲームをするのは1日1時間までという内容の条例が日本国憲法13条に定められた国民の幸福追求権を侵害するか否かが争われている。さらに今回提起された2つ目の裁判では問題となっているのは香川県が支払った弁護士費用の金額。1つ目の裁判では原告は香川県に対して160万円の損害賠償を請求しているんだけど、香川県はこの請求を防御するために弁護士3名に対して161万7千円の着手金を支払っていることが発覚した。弁護士への着手金が161万円ということは裁判が終わった後の報酬金も含めたら最終的な支払いは数百万円になる見込み。これに起こったのが原告香川県に対してその弁護士費用を香川県の税金から出したらあかんやろと弁護士費用の返還と支出の差し止めを求める裁判を起こした。全国47の都道府県でゲーム規制条例があるのは香川県だけ。アトム法律事務所。